こんばんは、ようこそお越しくださいました、ました。ということで、三者の鉄塔でございます。今回はですね、集まれ動物の森。略して、雨漏り。をやっていこうかなと思います。僕はこの動物の森というゲームをやったことが一度もなくて、まあ、正確に言うとなんかアプリで出てたのをやったことがあるぐらいなんだけど、なんかね、指揮者によると、あのアプリのゲームはまたちょっと違う雰囲気があるみたいな話で。なので、初プレイなんですよね。こんな人気のソフトなのにやってないっていうのはやっぱり、いろんな理由があるんだろうなと。なんか、ね、知り合いの人とやっているゲームっていうイメージがなんか僕の中でちょっとあったからなのかもしれ、なんかシリが起動したな。なんでだよ。なんでそんな。ヘイ、知り合いで起動したんだな、多分。ああ、起動するな。よし。というわけで、ちょっとどういう感じなのか、まあ、よくわかってないんだけど、なんか、借金を返すゲームだみたいなのはちょっと聞いたことがあるくらい、楽しみでございます。で、3月20日に発売なんだけど、19日からね、あの、ダウンロード版の場合はダウンロードできるんだよね。で、19日にできるのかなと思って、19日の、0時回ったところでダウンロードしてできるかなと思ったら、しっかりできなかったです。なので、20日にプレイを始めているという感じでございますが、早速やっていきましょう。この豆吉というタヌキなのかなに挨拶されてますが、タヌキ開発無人島移住パッケージ。こちらは無人島移住パッケージの手続きカウンターでございます。そして僕たちはこの移住パッケージのガイドを務めております、タヌキ開発の豆吉と、粒吉でございます。豆と粒。粒。僕たち二人ともお客様と共に島に渡り、暮らしのサポートをさせていただきますので、末永くお願いいたしますね。それでは早速ですが、無人島へ移住するための準備を今から進めてまいります。無人島に行くのっけ？誰もいないところに行くのかな？最初にお申し込みの確認をいたしますので、お客様の名前と誕生日、個人情報を急に教えると言われましたが、お名前、名前は変更できません。知らない人に見られる可能性があると。まあ、じゃあ、鉄塔でいいかな？決定で。鉄塔さんでよろしいですか？ OK。あ、誕生日も書くんけ。12月の22日が誕生日でございます。はい。OK。鉄塔さん、鉄塔さんと。はい、確認できました。では続きまして、今度は鉄塔さんの写真を撮るんけ？身だしなみを整えていただく時間は十分にありますのでご安心ください。え、これ俺のリアルの写真？カメラ機能とかでやんのか？せっかくですから、なりたい自分になっちゃう感じでお好きなだけ整えてくださいね。まあ、キャラを作れと。そういうことなんでしょうね。男の子か女の子。後でも変更できるんだ。性別も変えられると。なるほどね。まあ、じゃあ男の子で。そうだ。まあ、ちょっと、色黒。こんぐらいかな？こんぐらいかな？あ、他にも？髪の毛も決められますよ、と。髪の色は黒で。あ、でもこんだけの種類？そのうち増えるのかな？とりあえずこれにしようかな。うん。目。目結構ある。ちょっと待って、髪型はこんだけだけど、目は結構あるんだな。なるほど。まあ、私の目は、細めがちで、エロ目。エロ目なんだよな。目としてはこれが好きだけどな。まあまあ、とりあえずこれにして。鼻。鼻三角形だね。口。4種類か。まあ、歯出てたらいいけどな。とりあえず歯出しとこうか。チークか。まあ、ほっぺ赤い方が可愛いよね。あ、これで決定か。あんまり選べないんだな。いいんじゃないですか？決定で。この姿でよろしいですか？いいかな。まあまあまあ、とりあえずいいでしょう。OK。おー、パチパチ。とてもいい感じだと思います。では、この写真で登録させていただきますね。
次はこれから移住する島を相談しながら決めていきましょう。島はいくつかあるのかな。まずはじめに、当社の無人島移住パッケージの特徴は四季の流れる環境で季節の変化を楽しんでいただけることでございます。そのため季節の流れ方が異なる北半球と南半球の2つのエリアに島をご用意しておりますが、新生活をスムーズに始めていただくため、これまでに慣れ親しんだ気候と近い環境への移住をお勧めしております。なるほど。ということは、まあ北半球を選んどけばいいのかな。ちなみに今鉄塔さんがお住まいの場所はどちらになりますか。あれ、これ住所日本か海外、それだけか。まあじゃあ日本ですよ。なるほど、日本にお住まいなんですね。それで日本語がお上手なわけです。そうですかね。とにかくそういうことでしたら、鉄塔さんには日本と同じ北半球への島をおすすめ、島への移住をおすすめしますが、いかがでしょうか。まあ北半球でいいでしょう。 OK、 仕込まれました。では北半球にある無人島の中から実際に移住する島を選びましょう。いくつかの島の地図を用意してありますので、移住したい島を選んでください。なお、どの島をお選びになっても無人島は無人島ですので何にもありません。住みやすさなどに対しては違いなので、島の形の好みやフィーリングで選んでいただいて問題ないですと。地図をお見せしますので、こちらの中から好きな島を選びくださいませ。4つの中から選びましょうと。好きな形といってもな、川と丘の感じがちょっと違うってことか。この葉っぱのマークが自分の拠点みたいな感じなのかね。まあ高低差は結構あった方が面白みはあると思うので、左下かな。でも右上のこの川の中州がある感じもちょっといいよね。左下かな。左下なんかいろいろ高低差もありつつのっていう、楽しめそうだね、いろんなものが。ここにしましょう。OK。はいはーい、はーい。ヘッドさんや僕たちの新生活の舞台もこれで決まりましたね。僕たちというのは君たちも一緒に来るのけ？無人島ではなくなるのでは。というか、あれ、どうなんだろう、この豆吉、粒吉たちは、人っていう扱いではなく動物っていう扱いなのかな。そうするとなんか無人島って喋ってるからな。どういう風に俺はこの世界で捉えればいいんだろう、彼らのことを。それでは最後にもう一つだけ質問です。鉄塔さんがもし無人島に一つだけ、あー出た、こういう究極の選択的なね。この中のどれを選びますかと。寝袋、明かり、食料、暇つぶし。そうねー。いや、まあ、食料か明かりだと思うんだよな。夜のことを考えると、火を起こす方法を僕は体得してないので、明かり。ただ食料を得られるかといったら、これもまた難しい。食料かな。結局自分で自給自足するにしても、そのやり方を覚えるまでに期間がかかるので、食料があればどうにか、その間自分をね、食いつなぐことはできるからね。食料で。なるほど、なるほど。あ、すみません。今のは無人島で言えば定番かなと思って興味本位で聞いてみただけです。何？まさかそんなこと言いながら食料を用意してくるんじゃないの？アテンションプリーズ。お客様にご案内です。たぬき開発無人島移住パッケージチャーター便はただいまご搭乗の準備が完了しました。お客様は、速やかにゲートまでお越しくださいませ。出発か。ちょうどいいタイミングで飛行機の準備も終わったようですね。では、鉄塔さん。一緒に出発しましょう、やっぱ一緒についてきてくれるんだな。俺強いのかどうなのか。Good evening, everyone. 本日は、無人島移住パッケージチャーター便へのご搭乗誠にありがとうございます。到着までの間、無人島生活のイメージ映像をご覧になって、ごゆっくりお作りください。イメージ映像。オープニングかな。おーおー、なんかようござんすな。あー、セミ鳴いてて、変なのいる。
カエルがいる。カエルが釣りしてる。あ、動物、あ、こんな動物いっぱいいるんだ。変な色の人たちいっぱいいるね。あー。わー、なに？あ、クラッカーを鳴らし、誰かの写真を、誰かの写真、知らない人の写真を、思い出を写されてるな。一体俺はこれを見てどうすれば、どういう気持ちになればいいんだろう。いいねー。ああ、南の島っていうイメージはでもちょっとあるな。北半球だけれども。たぬき開発プレゼンツ。飛行機って言ってもセスナで移動してるのか。不安だね、セスナ。乗ったことないけど。お！ここが目的地かい？早速なんかリンゴ、取れそうなリンゴがなっているじゃないか。あれが食料なのかな？当面の。どこに着陸するんだろう。着水したね。お、なんかちゃんと港があるぞ。皆さん長旅お疲れ様でした。着いたばかりのところ申し訳ないのですが、皆さんにはこれから無人島生活のオリエンテーションを受けていただきます。なるほど。近くにうちの社長が待機している広場がございますので、まずはそこまで、移動お願いします。それじゃあ案内しますので、L で僕たちについてきてください。L でね。カバみたいなのいるじゃん。何この人。わ、サイか。すげえ、おサイ。早くついていかないと置いてかれちまうよ。あ、押せる。ゾウ。XL。でけえってことか？ほらほら、行くぞー。わー、すごーい。迷子になるかも。マジか。待ってくれ。あ！なにこれ？あ、すごい！なんか、地平線が近いというか、なんというか、丸い。丸いんだな。よし！あいつらよりも先に俺はこのリンゴを手に入れることにより。拾えないぞ。まずい。拾い方を教えてもらってないからか。拾うことができない。あ、なんだこれ。チャットか？今のはチャットか？こん。こん、こん。あー、返事はない。これ真ん中に並べということだね。めっちゃ見られてるじゃん。遅いな、みたいな感じで。社長！あんたが社長かい。皆さんちゃんと揃ってますか？念のため点呼しますね。おさいさん。エクセルさん。行こう。テッドさん。行こう。はい、大丈夫ですね。社長、今回の申し込み者3名お連れしました。社長はどれじゃ？たぬきち、あ、これ真ん中が、あれか。たぬきちという人で、あとは、ま、豆きちとつぶきちか。なるほど。では、どうもどうも。皆さん、ようこそ、ダナモン。僕はこの無人島パッケージを企画したタヌキ開発の社長、タヌキチと申します、ダナモン。ダナモン。独特の語尾だね。今日から皆さんはここで一生無人島生活を始めるダナモン。あ、三人で一緒にか、うまくやっていけるかな。左のおさいさんと、エクセルさん。めっちゃ食いそうなエクセルさんと。とはいえ、これはあくまでも、パッケージプラン。皆さんが楽しく安全に暮らせるよう僕たちスタッフも住み込みでサポートさせていただくだなも。ということで、まず皆さんには寝る場所の確保をお願いするだなも。僕は不動産業もやってるから無人島に立派な家を建てることもできなくはないけど、せっかくの無人島暮らしを存分に味わってもらえるよう今回はテントを用意させてもらっただなも。ここにいる豆吉かつぶ吉からテントを受け取って好きな場所に貼ってきてちょーだい。ふむふむ。まずはテントをと。じゃあこの旗のやつから。つぶきちか。その分のテントになりますと。テントをもらいましたぞ。気に入った場所が見つかったら、X のポケットからテントを選んで貼ってくださいね。テントを貼るにはある程度のスペースが必要なので、貼れるかなと思ったらとりあえず広げて試してみてください。お、地図ももらえますよと。地図があるのはありがたいね。テントを張り終わったら、そちらの地図を頼りにここまで戻ってきてくださいね。どこでもいいんかな？結構離れたところでもいいんだろうか。
浜辺でも行けると。ほうほう。真剣でなくてフィーリングで良いよ。あ、場所の移動もまあとりあえずはできますよと。ちなみにここでも行けんの？あ、広場はダメよと。結構なサイズだな。なるほど。この落としたもんが、相変わらず拾いはしないと。他の二人がどこに立ててんのか気になるな。なるべく離れたところに、あ、お前ここを取ろうとしているな。あんたは確か、鉄塔って名前だったよね。うちは抑えたよ。よろしく。パネパネってどういうこと？俺のこと？見たところ、お互いどこにテントを張るか、まだ決めかねてるようだね。ま、こんな小さな島じゃ、どこに住むか、みんなご近所さんだけどね。なるほど。あんたはここに建てようとしていると。ってことは逆側にあの XL が建てようとしているという考えでよろしいか。B ボタンで走れますぞ。あ、お前案外近く選んでるな。動きたくないとか？お、オイラは XL 店だ。これからよろしくな、エコンス。どうだ、いい場所は見つかったか？オイラ自然を感じられるところにテントを張って心と体を鍛えようと思ってるんだ。森って書いてあるな、こいつは。あー、なるほどね。となると、やはり北側に行くべきなのかな。やっぱね、川のそばっていうのはいいと思うんですよ。川を渡ることができないのか、ひょっとして俺は。あんまり遠く、あー、川渡れねえな。ちょっと待って、地図はどうやって。地図の見方は、あ、なるほど。なるほど。我々は川を越えることがまずできないので、ということは、まあこういうところ。いやでも、おさいさんが領地を広げてきたときに俺は対応できなくなるな。やはりここは北側に陣取って、あの二人を牽制しつつ、でもこんなところでさ、川決壊したら俺のテント流されちまうけどな。まあでもここ悪くないんじゃないか？テントを。あー、もうちょい下。想像してみ、あ、想像できるぞ。むむむむむむむ。こんな感じになる。あー、なるほどな。もうちょっと北にスペースが欲しいな。川のそばは悪くないが。あー、ここでいいでしょう。ここに決めっちゃう。さあ、テントを張りました。んー、やったぞ。自分のテントを張った。これ、エッチな意味じゃないよね。無人島生活の第一歩だ。やりました。郵便物はありません。何もありません。住民もありません。友達もいません。お気に入りもありません。俺は一体何をしにここに。すべて置いてきたな、俺。社長のとこ行こう。社長！テント立ててきたぞ。あ、鉄塔さん！もうテントを張り終わったんだな、もう。他の二人が戻ってきてないから、また、まだ、場所を探してると思うんだよね。ここで待ってても退屈だろうし、手伝いが必要な人がいないか、様子を聞いてもらえると助かるだな、もう。はい。じゃあ、まず、おさいさんから。おい、まだ決めかねているのかい？鉄塔はもう、いい場所を見つけたのかい？うちは、フィーリングで決めようと思ってたんだけども、どこもいい感じだから意外と悩んじゃってね。とはいえ、いつまでも悩んでやらないし、そろそろこの辺りで決めちまおうかと思っているんだけど、鉄塔はどう思う？なるほど。俺は探してあげることはできるのか。探してあげるよ。え？うちにぴったりの場所を見つけてくれるっていいのかい？会ったばかりの相手にあんた、えらく気が利くね。よし、あんたを信じて任せよう。お、うちのそのテントは鉄塔、あんたがいいと思う場所に貼っておくれ。うちは邪魔しないように広場で待ってるよ。こいつすべて俺に委ねたな、これからの生活。いいんだな。
この辺にも行けるかな。海が近すぎて十分なスペースがない。なるほど。ここはダメか。とりあえずここに、ここに建てちゃおうか。おさいさんのテントはじゃあここに張ろうかな。よし。まずここに建てます。ゾウいなくなった！おさいさんのテントの場所を決めた！あのゾウが消えたぞ。XL が。XL。テントはもうテントを張り終わったのか？おいらは視線を感じないところに。ああ、はい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 。どう思う？探してあげるよ。なんだって、おいらのためにいいとこ見つけてくれるっていうのか、あんちゃん。知り合って間もないのに、あんちゃんいいやつなんだな。それじゃあこれ、おいらの命、預けたぞ。お前、命を軽々しく初対面のやつに預けるな。ゲスゲームだったらお前やられてるからな、気をつけろよ。待ってるからな、ゴンス。ゴンス。二人は仲良くなってほしいからな。よし。XL さんとおさいさんは仲良くなるといいと思うよ。付き合っちゃえよ、二人。付き合っちゃえよ。あ、ちょっとずれたな。まあまあまあ、いいでしょう。オッケー。よーし。二人の決めちゃったぞ。広場に戻ってみよう。皆さん、お帰りだなむ。気に入った場所は見つかったかね？まあ、とりあえずは寝泊まりしてみて、不便に感じてくることがあれば、また相談してくれたらいいんだなむ。これ、おさいさんとかのもちょっと邪魔なんですって相談したら、どけてくれんのかね？さあさあ、それより、これで無事に寝る場所も確保できたわけですし。今日は親睦会も兼ねて、この広場でキャンプファイヤーをやりたいと思います。もちろん、無人島生活らしく、必要なものも現地調達するだなむ。そうね。よし。それじゃあ、運転はこうするだな。おさいさん、XL さん、豆吉、粒吉のように、俺一人になっている。なぜ？あ、社長とかい？燃料になるものや食べられそうなものを集めるだな。集めてくるものを相談したいから、僕に声をかけてちょうだいね。なんだい、なんだい。俺だけなんか結構、忙しそうだな。テントさん、まずは火を起こすときに使う細めの枝を拾ってきてちょうだい。僕があらかじめ集めた分もあるから、そこら中に落ちてる木の枝をあと10本拾ってきたらいいよ。Y で拾える。よしよしよし。木に生えてるリンゴらしき実の正体を調べておく。よろしくだ、ダブ。早速さっき落としちゃったやつを。やった。よしよしよし。木の枝も拾いと。石も拾ってと。まあ、何に使うか分かんないからな。いろいろあったらいいでしょう。よしよし。魚影があるね、魚影が。釣りもできるようになるんだろうな。なんか日が暮れてきたぞ。お、今な、あ、草も拾えるのか。なるほど。草花もじゃあ何かにできたりするのかな？拾って拾って、石も拾ってと。アイテムは？あ、14個もう集まってるぞ。まあでもちょっと多めに拾っておくのが基地。基地でしょう。おそらくね。草は雑草という扱いなのか。こんなに綺麗な花を咲かせているのに、取ってしまったらもう雑草なんだな。なんか、世知辛いというか、なんというかだね。もし雑草をむしれた場合は、一旦持っておいてもらうと助かります。後日僕たちにお持ちいただければ、買い取る形でお一人雑草を買い取ってくれるのかい？ありがてえな。集めてきたぞ。テッドさん、どうやら無事に木の枝を集めてきてくれたみたいだな、もう。しかも多めに、あ、違います。多めにじゃなくて、これは僕の予備分なんですが。ああ、よかったよかったよかった。奪われるかと思った。こっちで預かっておくぞと。
うんうん、無人島移住を希望する人だけあってさすがに仕事が早いだろう。まあそうでしょうが、やれるんですよ。食べ物も俺が持ってこいとな。島の木になっている実について、リンゴに見えたあの実は、まあ、リンゴでしたっていうのじゃんじゃんはないでしょうねえ。はい、リンゴヘッドさん、今度はリンゴを人数分の6個収穫してきてほしいだな。も1,2,3,4,5,6 確かに6個か。容量のいいテッドさんは説明余計かもしれないけど、リンゴになってる木を揺すってからを拾えばよいよと。はいはい、6個ね。これで集まってしまうが、ただどうせね、 XL さんは1個じゃ足りないよってなると思うから、余分に拾っときましょうかね。これで3つは余計に拾ったことになるかな。取ってきたぞい。あ、テッドさん、どうやらリンゴの方も問題なく収穫できたみたいなんで、お急ぎで準備を進めるよ。お願いします。何の準備？リンゴと木の枝で一体焼きリンゴを食べるパーティーなのかい？カレー的なものに入れるのかい？フラ。さてさて、これで準備は整ったんだ。もそれじゃあ、キャンプファイヤー点火します。木の枝10個でこんなキャンプファイヤーができるのかい？随分でかい。あ、真ん中の燃やしてるやつかな？俺が集めたのは。皆さん、改めましてようこそなんだむ。僕はこれまでいろんな土地で商売や不動産業をやってきたけれど、この無人島移住パッケージは、僕のこれまでの経験の集大成として立ち上げた、一世一代の新ビジネスなんだも、ビジネスの話されてもな。当初の計画より少ない人数でのスタートになっちゃったけど、まあでもこれくらいの人数で始めて、ここから徐々に広げていく方がやりがいがある点なんだものも。というわけで皆さんもこの無人島の一員として。あれ、よく考えたらこれだけ住民がいたらもはや無人島とは呼べないだろうな。もうあっはっはどっピンポーン。そうだな、僕たちは最初の住民でこの島に名前を付けるんだものはもう。ということはやっぱりこの世界ではこのサイとかゾウとかタヌキも人っていうことなのかな。一人一人アイデアを出し合って多数決で決めるんだの。今から少し考える時間をあげるから、みんなが考え終わったらせーので発表するだのも。なるほど、島の名前を決めましょうと。島の名前は変更できません。ここは一ついい名前をと思うんですが、これでどうだろうな。島の名前は鉄塔です。鉄島って呼ばれるかもしんないけど、決定。島の名前は鉄塔を提案しますか。 OK、 通るかな俺の鉄塔。一斉に名前を発表するだな。もせーの、ワイルド、マッスル、ブンブク、タヌキ、鉄。俺だけ手って言ったな。見事にバラバラですが、どれにするか。順番に名前言うから賛成なら拍手をする。異色のネーミングセンスが光っていたテッドさんの提案からいくだな。もテッドさんの提案の名前は手。あーすごい、みんな満場一致。マジかい。いきなり全員が拍手とはすごいだな。も全員が賛成ならもうこの手って決定しちゃっていいだな。も賛成です。OK です。マッチするんだよ。じゃあ今日からこの島の名前は、テって決まりだな、もう。ちなみに、テッドさん。島の呼び方は、テッ島、テッ島、テッ島のどれだな、もう。わかっているでしょうが、テッ島ですよ。うんうん。じゃあ今日からこの島は、テッ島ってことで。それじゃあ、テッ島さん。テッ島さんはこの、テッ島の名付けを、もうわかんなくなっちゃうな。今後もテッ島の重要な決定は、テッ島さんに相談させてもらおうと思うんだけども。言うなれば、テッ島さんは、テッ島の、ああ、ちょっと読みづれえな。今、読みづらくなっちゃったな、これ。帰らんないから、もうしょうがないけど。テッドさん、島民代表に就寝して挨拶して何か一言お願いできるならも、そうですね。私がこの島の代表ということなので、とりあえず皆さんが集めたものは、一度私のところに集めていただいて、それからまあ私が、どれを島のためにね、使おうかというのを精査させていただいた上で、判断させてもらおうかなと思っております。ということで、任せてちょうだい。
よし、一応権力者にはなったな。無事島の名前と島民代表も決まったし、すっかり遅くなっちゃったけど、今から乾杯するだなんも。何で乾杯？何この変な色のジュースを持たされているが。リンゴジュースか、なるほど。では鉄塔の皆さんに幸あれ。乾杯乾杯。ごくごく、うまい。おっと、タンバリンを持ってきたな、お前。無人島に、無人島に唯一お前が持ってきたのはタンバリンか。リンゴジュースで乾杯したらもうオイラたちは家族みたいなもんだな。兄貴と思ってくれてもいいぞ、デゴンス。俺がお前の兄貴なんだよ。勝てないやつだな。まだあったばっかりなのに、こうやって一緒に火を囲んでると昔からのダチみたく思えてくるね、パネパネの使い方ちょっと間違ってる気がするな。ヘッドさんの手ゲームがいいおかげでキャンプファイヤーの準備がとってもスムーズに終わりました。スタッフとしてこの島に移住してきましたけど、僕たちも無人島生活始めてるんです。慣れることも多くて足りなくてフィルズか、何人目でしらしらしら頼ってもらっても構わんぞ。ヘッドさん楽しんでるんだなも。今日は宿しひょうたいているから疲れたらテントに戻って休んでくれてもいいだなも。まだまだ楽しみます。なるほど、渡したいものがあると。なんだろうね。とはいえやれることは特にねえのかな。夜のうちに何かがというわけでもないと。とりあえず木を揺らしリンゴを集めておいて、まあまあ、じゃあとりあえず今日1日目はこれで終わってみようかな。はい、せ楽しんでくれるんだな。はい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 、じゃあ休もうかな。オッケーだな。じゃあこれを渡しておくだな。も何でしょう。お、葉っぱみたいなもらったぞ。キャンプ用のベッド、テントの中で広げて休んでね。あとテントの中に置いてある箱の中身は支給品のキャンプ用品だから。お、支給品があるのか。箱を開けるときは A、 横にないときは L スティックで寝転がればいい。下から本格的に島の暮らしが始まるわけだし、今日はゆっくり休んでちょうだいんで。お疲れ様ー。よし、あっつー。では早速支給品のチェックといきますか。さすがにいろいろね、鍋とかやかんとかもないとやっていけないと思うが。わぁ、殺風景、殺風景。あ、なんだ、え、これが支給品なの。支給品のラジオと、ラジオ撮っちゃった。なくなった、支給品。ラジオがなくなった。あ、携帯ラジオ、この辺に飾る。あ、なるほど。これは、あ、なるほど、ランプか。ランプとレイディーをもらったんだね、壊れかけの思春期に。ランプとレイディーを、じゃあ置いて、みんな集まれが流れている。この曲の名前かな？みんな集まれー。では、テントを敷きまして、ベッド。この辺に飾る。わー、簡素なベッド。これ絶対体痛くなるよー。でもまあ、しょうがないな。寝ましょう。テントの中でベッドっていう、この足のついたベッドっていうのもすごいね。眠ります。うとうとしてきた。おやすみなさい。お、誰？犬。ギター犬だ。いや、ついに一人で暮らす決心をしたんだね。トタケケ、変な名前だな。いいもんだよ。ああしろ、こうしろと指図する人もいないし、好きな時に好きなようにやったらいいんだもんな。一人で自由気ままに暮らすのは素晴らしいよ。あんちゃん。だけどさ、一人で暮らすことになると、ふと寂しくなることもあるんだよな。そんな時、すぐそばに仲のいい友達がいてくれると、全然違うんだけどね。あんちゃん。友達の笑顔って、やっぱりいいもんだよ。てんてんてん。一人で長々と喋っちゃって、ごめんな。
もうそろそろ目を覚ました方がいいよな。夢の中で出てきたのか。そうそう、この世界では一人で暮らすより大勢で暮らした方がきっと楽しいと思うよ。大勢で暮らすとたくさんの友達が君の場所に遊びに来てくれるといいね。これは現実の知り合いを呼びなさいよってことなのかな。はあ、はあ、ドキドキしてきた。さあ、目覚めた後は現実と同じ時間の流れの中で君の暮らしを楽しんでくれな。現実と同じ時間ということは、今深夜の1時なので1時になっているということなのかな。それじゃあまた。はあ、お、夢から覚めると私は夜。テッドさん、おい、テッドさん、起きてるだな。もう起きてたらちょっと外に出てきてほしいだな。もう、え、今は何時なんだい。変な音楽流れてる。トルコソング。まあそのままで。朝になっているのかな。夜だー。よかったテッドさん、無事だったんだもんね。テントに戻ってから丸一日見かけないから心配。俺は丸一日寝ていたのか。寝ちゃってました。新しい環境に体が慣れなくて疲れちゃったのかもしれないだもんね。それはそうと、今日から本格的に暮らし始めるにあたって移住者の皆さんに大事なものを配りに来たんだもん。まずはこれです。なになになに。あ、スマホ、スマートフォンじゃない。我が社オリジナルのスマホ。電波は大丈夫なのけ。動作チェックしておきたいからちょっと電源を入れてみてくれない。ふむふむ、すげえ。ようこそ、ようこそ。あ、うんうん、ちゃんと電波も入ってるだもんね。電波が届いていると。ということは実はそこまで遠くないのか、それとも基地局があるのか、どっちかだな。この島なかなか怪しく思えてきたぞ。てんてんてん、ちなみにデッドセン、今までスマホって使ったことある。バカにしやがって、待ってるけ。じゃあ全然問題ないだも。でもここはこのスマホが必要だから捨てずに2台持ちでお願いするだなも。あ、このゲーム内のとってことね。次に渡すものはなんだ、紙トイレットペーパーか。移住パッケージの請求書、渡航費、人件費、設備費、スマホ代、これもらわせて合計49,800ベル。それが一体どういう通貨換算なのかわからんが、え、お、払えません。お金持ってませんよ。え、ヘッドさん、さては無人島だからって何も持たずに来ちゃっただもんね。まあでも心配いらないだもん。こんなこともあろうかと、このパッケージは移住費用を現金ではなくマイルで支払っていただく特別なプログラムにご加入いただける。確かに俺マイルは溜まっているけどな。タヌキマイレージプログラム。なんでしょうそれは。タヌキマイレージとは一体。そのままなんだけど、飛行機に乗ったり島で活動したりするとポイントが貯まるシステム。うんうん。島での暮らしを楽しめば楽しむほどポイントが貯まって移住費用も支払える。とってもお得なサービス。逆に言うと、マイルが貯まらない限り島からは出られないと、そういうことですね。49,800ベルだけど、マイルだと5000マイル。どの程度なんだろうな。マイルで支払ってくれよなと。スマホのアプリでチェックできるよ。ふんふん。猫も泣いてる。猫も心配なのか泣いているな。この辺で失礼するだなも。たぬき開発をご引きに。やばい、何か背負わされたな、ポイントを。新生活が始まった。何をするのも事務次第。自由だ。自由なのか、果たして俺は。借金から逃げられてはいないが、ここからの暮らしは現実と同じ時間が流れていきます。画面右上になんかふにゃふにゃが表示されてる間はオートセーブをしているので電源ボタンに触らんでください。マイナスボタンを押せば好きなタイミングでセーブしてゲームを終わることができます。ほう、なんか ZL、 あー、いろんなアプリがあるよと。カメラアプリは、カメラ機能をご利用いただくと
写真を撮影できますよ。同じ本体を使う他のユーザーはいませんが。ん？あ、メールが届いているのか。じゃあまあとりあえず撮影してみようかな。なるほど。これで X でズームできる。ああ、なるほどなるほど。ああ、ちょっと後ろ向きなのいいね。で、ZL でフィルターか。ああ、おしゃれだけどね。まあ、くっきり。で、L を押すと、枠をどうするかか。日付も入るんだね。日付入れとこうかな。で、ポーズっていうのはないのかな。あ、なるほど。こうやってちょっと。あー、なるほど。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね。そこで撮影します。撮影。うん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 。ポーズ撮りたいけどな。取れなかった。まあまあまあいいか。メールが来ているらしい。あ、任天堂からメールが来てるな。なんでしょう。この度アップデートのご協力ありがとうございます。お礼にプレゼント。なんか、アップデートでプレゼントもらったらなんだろうか。まあまあまあ、なんかもらったんだな。また任天堂から。移住をおめでとうと。暮らしに役立つプレゼントをもらう。まあ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 。もらえるもんはもらっときましょうかね。あ、プレゼントボックス、早速開けちゃうぜ。ポン。ニンテンドースイッチ。あー、なるほど。飾りか。開けると、素朴な DIY 作業台。覚える。どうやって覚えればいいんだろう。やり方がわからないよと。なるほどね。じゃあスマホを見てみましょう。タヌキのマイレージは、マイレージプログラムへようこそ。このプログラムでは島での活動によってマイルをプレゼント。島の案内所にある端末で特典やグッズと交換。なるほど、なるほど。ほう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 。まずはマイルを受け取りますよ。お !500 万もらったぞ !5000 返せばいいのに500もらったじゃん。おいおいおい、これすぐいけるぞ。あ、なるほど、なるほど。こういう、あるんだね。チャレンジ要素みたいなのが。はい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 、はい。ああ、なるほどなるほど。うん。マイデザイン。服として身につけたり、様々な場所に貼って使えるマイデザインを作ることができる。ほう。なるほど。権利を侵害するようなものや、不快を、何を与えるようなものはダメだよ、と。ああ。例えば、ここを選んで、書き換える。わー、これ難しそうだな。なるほど。こういうのができるんだ。はい。よくわかんないけど、とりあえず柄を作ってみました。これはですね、私、鉄塔という名義の他に、小説家としてサイスケという名義で、まあ、本を書いてあったりするんですけども、そのサインを書くときに右上に書く、うちの2匹の猫の絵を描いてるんですけども。とりあえずそれをね、描いてみました。これで出来上がりにすると、あ、このマイデザインの名前を決められるんだ。じゃあ、消して、二人合わせて、総体と、いう名前です。総体。ああ、いいじゃない。ちょっと下に寄ってるけど、まあまあいいじゃない。これを選んで身につける。トップス。フェイスペイントって何？あー、フェイスペイントまずいね。トップス。あー、なんかもう変なことだった。ちょっと待って、フェイスペイント変えたい。フェイスペイント変えたい。フェイスペイントを何もなしにして、あれ？やばい！やばいやばい、顔が変になった。顔、助けて助けて助けて顔がなんか、湿布貼ってるみたいになってる。待って待って待って。全部を肌色にすれば大丈夫か？
ー、ダメだ、色が違う。俺、顔の色違うよ。どうしよう。とりあえず、ちょっとフェイスペイントの直し方が分からなかったので、猫の足跡みたいなのをつけておくことに、ちょ、顔汚れちゃったよ。でもまあまあまあ、さっきのよりはいいでしょ。服も、これ、色ねえな、俺の服。まあ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 、いいか。他にも携帯を覗いてみましょう。マップね。現在いる島全体をチェックできますよと。ミニマップをオンオフできます。へぇ。はぁ、あ、はぁ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 。まあまあまあ、これは、そこまで広くはないな、でもな。で、俺のパスポートがある。パスポートの情報は、お出かけなどで通信した相手を見ることができる。へぇ。肩書きをいつでも更新することができます。ああ、なるほど。肩書きは、あ、写真も選べるの？写真を撮る。ああ、なるほど。あ、で、撮影と。これでいいよ。で、一言コメントも変えられるんだ。よろしく。よろちくになっちゃった。まあまあいいや、どうぞよろちく。かわいらしいでしょうか。肩書きは？あー、なるほど。こうやっていくつかの中から選べるよってことだね。やってきた。森。あー、町へ行こうよ、森。結構いいな。飛び出せ。飛び出せ、息子。動物の息子とかもいい、いいね。木漏れ日のおじいちゃん。もう、これ死んじゃう手前だろうな、多分な。飛び出せ、おじいちゃん。はじめましてのおじいちゃんって、なんかすごい複雑なあれだね。ありそう。物語が。ハッピーホームのおじいちゃんはもうダメじゃない？老人ホームの話でしょ？ポケットの姉さんってこれもう南くんの恋人じゃん。はじめましてのママとかもいいな。複雑だなぁ。はじめましての兄さんは多分、お父さんかお母さんが再婚して、そのお父さんかお母さんの連れ子というか連れ添ってた人なんだろうね。はじめましてのお兄さん。でもはじめましてのおじいちゃんが一番いいな。とりあえず。とりあえずはじめましてのおじいちゃんで行こう。更新する。よし、できたぞ。これでいいのかな？あとは緊急脱出サービス。これ何でしょうか？なるほど。なんかあった時には、スタックしちゃった時にはこれを使えば戻れるよってことだね。うわ、ただマイルがいるんだって。怖っ怖っ怖っ。あ、オッケーでいいのか。ああ、なるほど。お願いする？いや、やめとけやめとけやめとけ。よし！なんかまだピンピン鳴ってるのは何なんだろう。ん？タヌマイレージか？何か俺まだ、もらえるものがあんのかな？あ！あ、なるほど。パスポート更新すると、マイルがもらえる。おい、300もらえる。結構これ、5000とか余裕だな、多分。写真も撮ったからマイルがもらえるよ、と。300。もう1000超えたぞ。5分の1もう制覇した。マイデザインも作ったから、500。やばい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 。俺結構すぐ越しちゃうな。一応ね、借金を返す、借金返済するまではとりあえずやりたいと思ってんだけど、すぐ返せそうだね、これだとね。目的をどうするかっていうのはちょっと考えなきゃいけないんだけどな。掲示板がある。島の掲示板。はぁ、暮らしに役立つ情報をお知らせ していくかも。自由に書き込みしてコミュニケーションは記念に活用してちょうだいねと。なるほどね。書き込む。ああ、ここになんか書けるんだ。
当です。はい、完成。味気な味気なさすごいけど、まあまあまあいいでしょう。お、これまたあれでしょう、マイレージ溜まったでしょう。おいおい、やべえぞ。いくらもらえんの ?300 もらえた。もう1900、やばいやばい。半分いっちゃう。やべえぜ。頼もう。ただ、マイレージを使って何かを買ったりもするんじゃろうか。あ、なんだなんだ、あ、テッドさん、いらっしゃいだな、もう。見ての通り狭苦しいけど、よかったらゆっくりしていってね。島での過ごし方とかなんかアドバイスが必要だったら、遠慮なく相談してちょうだい。必要なものがあれば、豆基地に。あ、買い物か。はぁ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 。そうそう、それから。島暮らしで便利に使える道具、DIY で自分で作ってみるという無料のワークショップをやっている。あー、DIY はちょっとやっておきたいぞ。これでやんのかな?作業台だと。体験会ワークショップを開催中。お!欲しい欲しい欲しい。ふんふん。体験していくよ。やってみます。そこらくっちゃ。ちょうど時間もあるし、今から早速始めるだなむ。ふむふむ。どうすればいいんだろう。手順をざっくりと説明しておくだなむ。てんてんてん。手順は簡単。レシピと材料を揃えれば、あとは作るだけ。ただし、道具が揃っている作業台を使うこと。うんうんうん。お、釣り竿作れんの、やった。材料をまず集めましょうと。木の枝5本。ちょっとしょぼい。なるほど。5本を集めてきなさいよと。君は?移住されてみる、されてみる、ちょっとした日用品などを判別していってみます。商品は多くないが、毎日入れ替えか。なるほどな。はぁ、あ、はぁはぁ、ちょっと見てみよう。どうぞー。う。なるほど。ベルがいるのか。う。なるほどな。変えねえ。威嚇活動をサポートするため、あー、なるほどなるほど。ゴミを渡して金を得ようということかい?ちなみに、買い取って、例えば雑草は?決定。雑草4つ。あ、40ベル?なるほど。雑草1個10ベルなのか。案外稼ぎになるな。コンテナ。リサイクルボックス。建物を建てるときに撤去されたものや不要品などをここに集めてあるだなんも。欲しいものがあれば、ああ、自由に持ち帰っていいんだって、やった。なるほど、なるほど。はあ、はあはあ、ちょっと。ああ、段ボール、もらおう、もらおう。なんかわかんないけど、もらおうぜ。よし。き。これが端末ってやつかな?端末も説明しておかなきゃね。タヌポート。暮らしをより楽しんでもらうためのサービスを提供する端末。お礼をいただけるサービスは2つ。島で手に入りにくい商品を手軽に通販でお取り寄せできるタヌキショッピング。タヌキバンクの ATM サービス。タヌキマイル、あ、これだ。景品と交換する。これも、あ、これはまだなのかな?ふむふむ。タヌポートでございます。一日一回、あ、一日一回アクセスすれば、アクセス特典がもらえると。なるほどな。とりあえずタヌキショッピング。あー、これもベルなんですね。サングラス。他は ATM。引き出し。あー。なるほど。そういうことか。お金を預けるのはなんか
意味があるのかな、死んじゃうとかあるのかな、怖っ。とりあえず DIY やってみますか。あ、違う、集めてこいとな、枝を集めてこいと言われましたね。集めてこようか。あんま落ちてねえな。お、なんだこれ、100ベルが木から出てきた。そういうこともあるのか、なるほど。これ積極的に揺らすべきだね。おら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 、限界はあるか。集めてきたぞ。釣り竿を作ってみるだな。作りたいものを決めて作るだけ、とにかくやってみてと。しょぼい釣り竿を作れる、木の枝5本、これを作る。作っちゃう。カン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 、グググググ、コンコンググググ。しょぼい釣り竿ができた工具箱であるが、完璧だな。もこんな感じでレシピと材料と作業台さえあれば簡単にものづくりができるだな。む、なるほどな。あ、ワークショップ終わった。あ、レシピもらえるぞ。スマホに転送。なに、そんなことができんの、便利な世の中じゃの。パポピ、あ、届いた。あ、なんだろうなんだろうな、 DIY レシピというアプリケーションが。ほう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 。あ、やったー、もらえた。壊れやすい、なるほど。壊れるとか壊れないとかいう耐久度があるんだな。魚も釣れますよと。何か釣れたらぜひ見せてほしいだな。も、なるほど。ちょっと他にも何か作れるかどうか。あ、ちょっと待って、まずは持ち物でこれを覚える。ふむふむ。素朴な作業台のレシピを覚えましたと。アプリケーションから DIY レシピを開いて、よく作るものはお気に入りに登録することもできますよと。お、網。網と焚き火と素朴な DIY 作業台か。うんうん。網とかも重要なんだろうね。これ貸してもらえる？貸してもらえるんだ。じゃあ網作ろう。ガンガングングンゴンゴンキンキンガンガングングンゴン。イエーイ。よし。やったぞ。これで虫も捕まえられるね。虫を捕まえてどうするのかわからんが、売れるのかな。例えばじゃあここにいる珍しい虫を手に持って、せい！せい！あ、来た！ん？これは？ガを捕まえちゃった！怖くない怖くない、やばい！ガーゲットしたな。なるほど。せい！あ、ダメだった。珍しいタヌキだと思ったけどダメだったな。はい。日中の時間帯を中心に皆さんの様子を見て回っている。なるほど。そうか。よし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 。なかなか楽しくなってきたぞ。では、マイレージをいただいて今日は終わりにしようかな。不要品を売ったよと。300。いいね。続いて。こんなもんかな？こんなもんか。よし。じゃあ、まあ、今日は寝て終わりにしましょうかね。寝なくてもいいのか。セーブすれば終わりなのか。まあいいか。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録等々よろしくお願いします。おやすみなさーい。